慶珠総合病院本館5階西病棟についてご案内します。1. フロア案内フロアマップの青色で示したエリアが5階西病棟です。エレベーターはご覧の場所にあります。スタッフステーションはご覧の場所にあります。 食堂デコーナーはご覧の場所にあります。食堂デコーナーには、飲み物の自販機とテレビカードの販売機があります。テレビカードの販売機は、1000円札のみご利用可能です。テレビカードは、多小室の室内冷蔵庫や、洗濯機、乾燥機を使用する際も必要です。テレビカードの残金は、 退院時に生産できます食堂デイルームはご覧の場所にあります紙コップ付きのティーサーバーがありますのでご自由にご利用くださいトイレはご覧の場所にあります使用中の場合はランプが点灯しています シャワー室はご覧の場所にあります。14時から15時30分まで、1人30分ご利用いただけます。予約制です。スタッフにお声がけください。また、5秒と6階に大浴場があります。利用時間は平日の13時から16時までで、最終受付は15時30分です。 スタッフステーションで入浴整理券をもらってください。発熱や病状によって入浴できない場合は、毎週火曜日と金曜日に体拭き、水曜日に洗髪、木曜日に主食浴を行っています。洗濯機と乾燥機はご覧の場所にあります。洗剤などはご自分でご用意ください。利用時間は7時から19時の間です。 洗濯終了後は、次に利用される方のために、速やかに洗濯物を取り出してください。非常口はご覧の場所にあります。ご自分で確認をしてください。緊急時にはスタッフの指示に従ってください。2. 消灯台についてユカリアタッチと呼ばれる情報端末が設置されています。 患者さんへの検査の案内や、お食事の情報、体温などが見られるようになっています。また、慶樹総合病院のフリー Wi-Fi のパスワードも表示されています。多少室でテレビをご利用の際は、イヤホンの使用をお願いします。冷蔵庫をご利用する際は、テレビカードが必要です。冷蔵庫ボタンを押すと、 残り時間が表示されます。多額の現金や高価なものは、紛失・盗難の恐れがありますので、お持ちにならないようお願いします。小さな金庫があります。こちらもご利用ください。万が一の場合、当院は責任を負いかねます。3. その他のご案内病室の入り口のドアは、 必ず閉めていただくようご協力お願いします。消灯時間は21時です。消灯時間以降のテレビの利用はご遠慮ください。3病棟1階にローソンがあります。営業時間は7時から21時です。病棟でのワゴン販売も行っています。詳しくは病棟スタッフにお尋ねください。 ご自分で歯磨きができない方へご家族の方は航空ケア用品を購入し病棟スタッフへお渡しください3病棟1階のローソンにて販売していますまたドラッグストアなどでも購入可能です最後に退院時間は10時から11時の間です5階西病棟の説明は以上ですご不明点は お気軽にスタッフにお尋ねください。